これって難しいんだろうな。美少年とポスターで写真集ってだいぶ確かにだいぶきついよな。だいぶきついでもしかしたら他のアルツもあるかもしれないからちょっと考えておこう。うん、ポスターじゃないかもしれないよね。一度スタイリッシュもある可能性があるっていう。でもなんかおえマンタンキル、何それ、まだ狙ってくる。マンタンキルすごいね。あんまホールインワンですよね。やばい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 。マンタンキルやっちゃったじゃないですか。狙ったなこれ。出ちゃった。パンクパンクパンク、あ、パンク、あ、パンクとかけてるってことか。いやいや、パンク、パンク。パンクプレイヤーのパンク。このパンクはワンタンキル。いやいや、なんかワンタンキルってさ、一応、ボンちゃん、あの格ゲー用語じゃん。ああ、なるほど。うん。で、まあ、格ゲープレイヤーの名前はパンクしかないから、あと、脱落一発死ぬから。脱落っすか。いや、まあ、でも3だからね。そうなんですよ。確かにね、まあ、終わりですからね、脱落は。いや、これさ、かなり有利だと思うから、まあ、とりあえず、2でもいいから確実にいきたいよね。まあ、ホールインワン確定だね。俺も確かにホールインワン。これは確定だと。じゃあ、いきます、いきます。いきましょう。はい、S、OK、はい。OK、OK、OK。で、個人的にはパンクも相当硬いんじゃないかな。うまいな、ホールインワン。これ、実装いいじゃね、これ。いや、スタイリッシュもある気がするな。いや、そう、スタイリッシュは。なんかカードゲームは多分ジャニーズってできなかったじゃないですか。美少年スタイリッシュ。ああ、なるほどなるほど、スタイリッシュうまくないと。そうそうそう、なるほどなるほど、それはあると思うんだよな。あ、いいですね。俺もじゃあこれに行こうかな。スタイリッシュの方が近いんじゃないかな。いやー、怖えー。だとしたらレベル高えな。いやー、それに引かせなかったってのいいよな。ゆうたろうさん、でもそれ以外ないもんね。マラカス DJ が DJ ってあんたきりできる。できるできる、めくりからワンターンで。DJ どれどれ、まあ、DJ どれでしょ。それはキレられそう。それはあの R さんにキレられそう。めくり入ったらワンターン切るだよ。 X はね、いいですよ、いいですよ。 X の DJ OK です。 OK OK。 あー、危ねー、俺ら危なかったね。危なかった。梅ちゃんのジャニーズよかった。マジか、強い。梅ちゃんのジャニーズよかったわ。これはめっちゃ強い。これ圧がやばいな。ボンちゃんさ、終わってんだけど。ボンちゃんさ、え、はい、パンクとかけてるって何だったの。パンク、パンクしたいっていう、1ターンキルで終わっちゃうみたいな。パンク、オツですみたいな。破産、破産の方のパンク。え、いや、パンクとかけてんのかって言ってたから全然わかんなくて。いやだから、終わりイコール、うん、パンクですよ、パンク。要するにあれだろ、いや、平じゃない。あれだろ、あのクロットでね、あの中押しビター外したらパンクしたもんね。いやいや、全然違う。え、なに、あぁ、そのパンクじゃねえし。ふざけんな。ジャック8回目で中段の上外したらな、パンクする。いや、破産の方のパンクです。あー、その、あれか、大花火じゃなくて、もういや、わかったわかった。無理やり合わせてくるじゃん。そっちカゴバックと一緒よ。カゴバックと一緒。中段の俺な。お、強い。三。あと、お、アンコール、アンコール。アンコール、アンコール、アンコール。歌合戦って言葉ってあるんですか。歌合戦。紅白歌合戦っていうね。あ、まあでも歌合戦ってまあちょっと怪しいけどね。まあまあまあ。でもいいんじゃない。歌だから洋楽。しかし。洋楽年越し？洋楽年越し。あ、年越し？あ、うん、紅白歌合戦。これしかない。紅白歌合戦、洋楽、アンコール。習字、アニメ。ただ紅白歌合戦でアンコールはねえけど。いやだから歌だからでしょ。歌で。あ、いいんじゃない？その3つで。いいと思うよ。いいと思うよね。渡しちゃおう、渡しちゃおう。あ、じゃあ、開けよう。え？いや、ないから。マジで？アンコールせんやろ。アンコールしないって言ってたじゃん、吉さんも。違う。いや、ごめんなさい、アンコール一番当てるからと思って言っちゃいましょう。いやいや、いい、全然いい。だって、歌だから、絶対アンコール入ってるから。アンコール脱線だから。吉さんはないって言ってたけどな。脱線なんかない？脱落だ？いやいや。OKOKOK、余裕が出てきましたね。ヒーキー。え、1でしょ？お気に入り？あ、ひいき。あ、まあお気に入りでしょうね。うん、そうだね。何お気に入り？ないよね、ないよ、ないよね、他ないよ。ないと思う。のゆきさん、よくごひいきにとか言うじゃないですか。あー。またどうぞみたいな。うん。お、ボンちゃんが説明する。当店ごひいきにみたいな。まあ、もうひいきですからね。まあ、マウント取ってきてるな。喋るな、正解一個。
すげえ食べるなぁ。あげていいですか、あげていいのかな、あげていいよ、もう待って、いっちゃう、いっちゃう、いや、これは、いや、これはある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 よ。3つ開けれてないからね、全然あるよ。あ、マラカスか。洋楽年越しマラカスでもう3つやる。もう3つ、それも3つあげるから、あとケースケ3つだし。やばい、地獄だな。だって6対1やばくね、こいつ、いや、全然ある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 と思う。え、歌合戦の3って見つかってんすか。見つかってる、見つかってる見つかってる。年越し洋楽マラカスビカビカに光ってるよマラカス。あー確かに、なるほど。ボンちゃんいいところ見つけるね。マラカスなわけないよね。いやでもマラカスとアンコールは危ういからね。あんまりいいヒントじゃないっていうのはあると思うけど、まあでもまあまあまあいや、ケースケどうしたんだろうね今日。いや、ウーバーやってるから、それ鈍るよ、そらそら。まあなぁ。そらそうよ。いや、会話していいなぁ、つって。会話していいなぁ。あいつ、会話してねえけどな、今。さぁ。おっ、サル岩石。サル岩石来ると思った。まあ、サル、化石。サル。サル化石。おぉ、これね、これね、言われてるんだよ。サル化石開けばわかる。サル岩石開ける。オッケーオッケー。開ける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 。すげぇ、サルもいける。おぉ。で、洋楽、年越し、で、マラカス。いや、むちゃ時間ない、時間ない、時間ない。待って、猿岩石で、多分1個はもう運ゲだと思うんだよ。あ、デート、デート、抜けからデート、脱落、どっち。脱落もありますよね。日常もあるよね。どうする、でも、歌合戦探そう、歌合戦だから、マラカスでいい。マラカス1個、歌合戦、マラカス、おっ、来た。あと2つ、あと1個、あと1個。まだどれ、サルガーセキ、どれ、サルガーセキって、抜け殻アニメ、習字、日常、バースデー、サーカス。うわっ、わかんない。石、ガーセキ。梅は待ってろ、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 おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー、おい、うんくそ。あー、ちょっと…いや…えぇ、ー、しかったんだぞ、お前。当てたぞ、天才だ、当たったぞ。ナイス、いや、これやば、いや、笑うわ。残り3秒、初めて見たことないよ。いやー、まあ余裕だったね、ケースケね。すげえ、6枚抜きした。まあ負ける気しなかったね。待って、今6枚開けたけど。6枚抜き、やばいね。最後マジ神。梅ちゃんって、その何なの、そのさ、いやでもちょっと猿岩石にかかってますよね。まあ脱落ね。そう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 、ヒントはだいぶ強いだから。猿岩石がめちゃくちゃうまいよね。まあそうだね、猿岩石うますぎる。そう、うますぎた。猿と石でもうそれしか思い浮かばなくて、もう岩石がなんか落ちる感じで脱落に行くかなと思って、その前のヒントで音楽でさ3つ言ってくれてたから。まあ猿岩石だったらやっぱりそれはそうだ。マラカス、いやマジか、これすげえな。